ラーの皆さん、こんにちは。塾女レポーター A 子です。本日は神戸紅茶株式会社さんの方にお邪魔しております。今日はですね、紅茶の美味しい入れ方を教えていただけるということで、ティーアドバイザーの有田さんに紹介していただきたいと思います。有田さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではお願いいたします。はい、じゃあ、紅茶の美味しい入れ方なんですけれども、はい、本当にそんな難しいことじゃないので、はい、ぜひ覚えていてください。はい、ポイントはまず一つ、はい、できるだけ高い温度で、抽出すること。できるだけ高い温度ですね。はい、あの沸騰直後の100度のお湯を使います。はい、今ちょっともう一回沸騰させるんですけど、はい、でそれをこういうポットを使って入れていただきますが、はい、ポットなんですけれども、このままお湯を入れちゃうと、はい、一気に温度が5度ぐらいに落ちてしまうので、はい、最初にまず湯通しをしてください。湯通し、はい、湯通しをしてください。この湯通しをすることによって温度を上げています。はい、でこの湯通ししたやつはこちらに入れますね。はい、カップを温めるんですね。カップも温めてください。はい、で今何気なくやってるんですけれども、はい、こう直接下に置くんじゃなくてタオルを引いて保温してください。はい、タオルを引くのがポイントですね。でこういうティーコジーっていう帽子があるんですけれども、これをかぶせて保温します。あ、保温するんですね。はい、抽出するときにも、大体、できるだけ100度を保つようにしてください。はい、で今日はティーバッグを使って入れるんですけれども、はい、ティーバッグこういう感じで、あの持つとこがついてます。はい、でこれでやられる方多いと思うんですけれども、これだと中にポロッと入っちゃうことが結構ありますよね。 ありますね。だからうちもこういうティーバッグ使ってるんですけれども、実はこうやってティーバッグを出すだけにしてます。ああ、なるほどね。そうすると、はい、なかなか落ちないんですね。ちょっとしたコツですね。はい、で、お湯を注ぐんですけれども、はい、ティーバッグにお湯を直接当てないでください。あ、そうなんですか。はい、結構あの勢いで出そうとする方多いと思うんですけれども、あの当てちゃうとね、中に空気が入ってぷかぷか浮いちゃうことがあるんで。そうなんですね。はい、それは知りませんでした。こうやってティーバッグに当たらないように、当たらないようにするのがポイントです。はい、入れてください。はい、で入れたらちゃんと蓋をして帽子もかぶせます。あ、帽子もかぶせるんですね。はい、これあのもしね、あのこういう帽子がなければ何か代用できるものってあるんですか？なければね、こういうタオルとかでくるんでいただいても大丈夫です。できるだけ、はい、できるだけ高い温度を保つようにしてください。はい、あとはもう待つだけで、もう一個ポイントは、今ここに線引いてたんですけれども、はい、お湯の量、お湯の量で、あとこちら今押してますけれども時間、はい、これをきっちりと測ってください。はい、正確な時間、量、はい、温度、この3つで美味しくなります。ちゃんとね、規則正しくするのがポイントですね。難しいテクニックはないんですけれども、はい、本当にあの帽子をかぶせるとか下に引くとか、あと時間をきっちり測るっていう、実は紅茶を美味しく入れるポイントは真心、ハートなんです。ハートなんですね。はい、はい、ハートさえあれば美味しい紅茶は簡単にできると思います。ありがとうございます。はい、時間は何分ぐらいですか？今ね、ティーバッグで大体2分ぐらい。2分ぐらい、はい、はい、結構ね、10秒ぐらいでチャパチャパチャパってして出す方いるんですけれども、はい、実は今ちょうど1分ぐらいなんですけれども、1分ぐらい経つともう1回濃いところがじわーっと出てくるんです。あー、なるほどね。そこがうまみ成分なんですよ。だからティーバッグでも、まあ、1分半から2分ぐらい濡らしていただいた方が美味しく飲めると思います。はい、はい、さっきね、カップを温めまして、はい、はい、ちょうどいい感じに温まったと思います。コメントがね、2件入ってまして、はい、神戸市民として来ましたっていう方と、紅茶も愛ですねっていうコメントが、まさにそうです。愛です、はい、愛を込めていただければ。はい、ありがとうございます。神戸紅茶さんなんですけれども、はい、今年で創業、今年で88周年を迎えました。おかげさまでございます。ありがとうございます。88周年もね、はい、紅茶を作り続けてらっしゃるんですね。そうなんですよ。じゃあ、紅茶のね、一番人気のあるのはどんなものになりますか？今入れてるんですけれども、こちら、はい、イングリッシュブレックファストっていう紅茶なんですけれども、はい、ミルクティー専用の紅茶なんです。ミルクティー専用の紅茶ですね。牛乳入れないと飲めない紅茶なんですけれども、もう大好きですこれ。実は神戸の人ってすごくミルクティーが好きなんですね。めっちゃ好きですね。はい、ちょっと時間がなったんで。はい、時間がなりましたので。時間が経ちましたら、はい、
蓋を開けて2回ぐらいシャバシャバと2回シャバシャバですね、はい、やってください、はい、結構ここでスプーンでギューってされたりとか、あ、やってしまいます私、バシャバシャバシャってやったりとか、はい、あともう下手な人だったらこの紐でぐるぐるって縛ったりとか、あ、それはなしにしてください。はい、それはダメですよ。はい、はい、これで完成しました。であとは注いでいくんですけれども、うわ、美味しそうですね。ちょっとお砂糖なんかも入れて、はい、美味しい紅茶が出来上がりました。こちらミルクティーなんでミルクをちょっと注ぎます。はい、これはね、はい、温めてた方がいいんですか、ミルク。いや、常温で全然大丈夫。常温で大丈夫ですか、はい。でこれは牛乳ないしはエヴァミルクっていう、あ、はい、練乳ですね、無糖の練乳を入れていただいたら美味しく飲めると思います。わかりました、ありがとうございます。ではちょっと私飲んでみようかなと思います。いいです、飲んでみてください。はい、素直な感想をいただければ。はい、じゃあちょっとカメラをチェンジしたいと思います。はい、ではいただきます。はい、いい香りです。なんかとってもまろやかでね、美味しいです。ありがとうございます。なんか私が作るのとまた違って愛がこもってます。いや、誰が作っていただいても本当に難しいことはないんで美味しいんですけれども、はい、一個ちょっとポイント忘れてたんですけれども、はいはい、大切なことは一つ、はい、いい茶葉を選んでいただくことです。そうですね、はいはい、ですのでありがとうございます。神戸紅茶を選んでいただければ、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではチェンジさせていただきました。はい、では有田さん、はい、こちらの、PR をお願いいたします。 PR、 神戸紅茶株式会社なんですけれども、日本に数人しかいない紅茶鑑定士が、本当に日本の水に合わせてブレンドしている、日本で飲むには本当に美味しい紅茶を作らせていただいてます。今、紅茶を入れるのも真心でしたけれども、真心を込めて製品を作っておりますので、まあ、神戸の皆さん、神戸だけと言わずにもう日本全国の皆さんに飲んでいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。神戸紅茶さんは、有名百貨店とか、あと神戸紅茶で検索していただいたら、はい、ウェブサイトの方でも、買っていただけますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。